茨城県道16号大洗友部線は、茨城県東茨城郡大洗町から、笠間市に至る県道である。東茨城郡大洗町の国道51号交点から、日沼南岸を通り、茨城町奥谷を経由して、笠間市の国道355号、獅子戸バイパス交点までの区間を東西に結ぶ、延長約 40km の主要地方道である。経路は、ほぼ、 ひぬま川に沿った経路をたどる。また、茨城町中央工業団地の中央部を東西に横断する道路が本県道のバイパス道として指定されている。1965年、前進にあたる県道、海老沢大洗線と県道平茨城線を廃止し、道に路線と県道保護田茨城線の一部区間を統合した。 新たな主要地方道として、東茨城郡大洗町大麻神山の一般国道51号線分岐を起点として、西茨城郡友部町平町の主要地方道、石岡笠間線交点まで至る区間を茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号16となり、現在に至る。 茨城県道16号大洗友部線2017年3月まで県道に指定されていた笠間市矢野下の旧道危険の夏海 IC 夏海十字路の旧道区間はかつて国道51号だった道幅の狭い道路のためこの区間をショートカットする上山バイパスが開通している。保田市内は日車線となっている。茨城町に入るとかつて旧道の宮ヶ崎。 エビサワマが境外道路だったが、この区間をショートカットするバイパスが2007年に開通している。奥谷交差点長岡橋までは、茨城県道18号、茨城鹿島線と重複する。長岡橋から西に折れて、小鶴の商店街を抜けると、再び道路は狭くなる。この小鶴商店街では、毎年7月の小鶴園祭開催時は一部区間が全面通行止めとなる。 北関東自動車道の陸橋を越えてしばらく行くと、国道355号交差点にて終点となる。鉄道とは立体交差しており、本県道に対して、鹿島臨海鉄道を洗い鹿島線は、掘割によるアンダーパス、JR 常磐線は、地区定によるオーバーパスにより平面交差しないため踏切は、皆無である。かつては境愛区間が多かったが、 近年の道路拡幅やバイパス道整備等の道路、改良工事が着々と進められており、主要地方道としての道路機能を有するようになった。道路法の規定に基づき、東茨城郡大洗町、大貫町道郡茨城町長岡間及び、茨城町小鶴笠間市橋,橋詰間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、 道路用地内に電柱を立てることが制限されている。東茨城郡大洗町の国道51号の夏海 IC 入り口から始まり、夏見十字路で右に折れる。その後、日沼をかすめながら、鹿島臨海鉄道日沼駅を過ぎると、鉾田市に入る。しばらく進むと憩いの村日沼が見え、それを過ぎると、東茨城郡茨城町に入る。海老沢で、 茨城県道5 5号水戸上栖線と交差。この辺りは、日沼川に沿って、田園風景が広がる。茨城県道18号、茨城鹿島線との重複区間の沿線は、商店街で茨城町、越谷寿市から、再び田園風景が広がってくる。その後、笠間市に入り、常磐自動車道の立橋を越えると、今度は、畑の中を通るようになる。 岩間街道の交差点付近まで来ると、林の中を走る。ありがとうございます。